ト6が来たぞー。というわけで、ついに公開されたスト6のトレーラーから、スケベ注目度の高いポイントをピックアップしていきます。いや、ついにスト6来ましたね。とりあえず続編が出てくれてよかったですね。まあそれですよね。3位、ジムにいる謎のスケベファイター。まず注目したいのは、ルークのジムにいる謎のスケベファイターです。これ、ただの背景キャラなのでは。しかし、このカプコンらしい健康的なスケベボディ、きっと参戦確定のスケベに合わせに決まってます。はい、まあ希望を持つのは自由ですからね。プレイアブル化希望します。2位、リーフェン。次に注目したいのが、チュンリーとトレーニングしているキャラです。あら可愛い。髪型もお団子で可愛いですね。巷ではリーフェンなのではという噂があるようです。リーフェンって言われてもピンときてませんでしたが、チュンリーのエンディングにたまにいる小さい女の子のようですね。チュンリーのエンディングって大体小さい女の子いるイメージありますね。成長したリーフェンがプレイアブルキャラなのかもしれませんね。チュンリーさんもついに世代交代ですか。1位、チュンリー。さて、最後に注目したいのはやっぱりチュンリーさんです。やっぱりチュンリーさんなんだよな。スト4、そしてスト5と比べると結構顔が変わりました。かなり変わってますね。正直丸みが減ったというか、若々しさが減ってるような。時代設定的に若干年取った表現にしたのかもしれないですね。リュウなんて完全におっさんになってますからね。しかし、それだけではありません。注目したいのは、この力強い下半身です。この圧倒的な下半身、チュンリーさん相変わらずですね。チュンリーの新衣装は、上半身はいつもの衣装で、下半身はゼロコスみたいになってます。ハイブリッドの衣装というわけですな。はい、というわけでスト6情報でした。続報にも注目していきます。まあまだ初報の段階ですからね。これからですよね。発売は2023年のようですが、意外とあっという間かもしれませんね。気づいたらすぐですよね。では、ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。